とね、まあ、びっくりの連続ですよ。あげく僕がいなくなって、僕が入って100万売り上げ上がったって前の動画言いましたけど、いなくなって100万下がったんですよ。わかりやすく、まあ、僕がいるからっていうんで、わざわざ西川口まで来てくれるその新宿の本店のお客さんとかもいたりとかしたんですけど、そういうことじゃなくて、院内に今度本店に戻されて、日中で新宿店で、もうなんていうんですか、下がった売り上げの底上げしろみたいな。そして新宿、まあ、10時オープンなんで、僕30分しか寝ないとか結構ザラでしたからね。新宿行って、まあ仕事して、まあちょっと店員内で問題があって、でも、ま、結構すっごいまともなこと言うんですよ。なんか男気全開みたいな、俺によし俺についてこいみたいな。もうみんな騙され、僕も騙されてましたけど、みんな騙されるんですけど、それでパッとお店を見てて、で外に連れ出されて、店の中見て、なんか分かったことあるかみたいな。いや、なんかまあひたすら活気がなかったんで、まあちょっとスタッフも活気ないし、お客さんもまばらだし、これどういうことなんだろうなとは思いましたけどって言ったら、いや違えんだと、可愛い子しか患者さんいないんだよって言われたんですよ。もうやるねと思いましたけど、要するにですね、可愛い女性と、まあ、残念ながらそうではない女性に対するサービスの差が明確なんですよ。そうすると、要するにこう来てるお客さんの層がぐーっとこう、まあ、変わっていくんですよね。そんなとこ最初に指導しとけっていう話なんですけど、今からすると。で、まあその悪魔院長が言うには、僕の才能は施術じゃなくて、こう可愛い子とそうでない子の扱いの差がないとこがお前の一番の才能だって言われたんですよ。いや普通じゃね、それびっくりした褒められちゃったけど、まあでもあんまりそのか、まあそれはそうでしょ、普通にお客さんはみんな、うん、なんか話が弾む子も もちろんいますし、うん、なんかまあお店で、まあ、接待で会わなきゃ、まあ、あんまり口聞く機会もないだろうなみたいな人もちろんいますけど、もうまあ誰でも明るく楽しくですよね、お店に。そのちょっとでもいい印象、まあ僕にじゃなくていいんですけど、お店に対して持ってもらいたいから、まあそうやってしてたんですけど、そんな当たり前のことが、まあ、だんだんできなくなってきて、サービスの差ができてきちゃって、まあ、言うたらですよ、可愛い子はまあ可愛いでしょう、そりゃ。で、まあ可愛くない子、ちょ言い方ちょっと申し訳ないですけど、可愛くない子はのどっちが多いかってことですよ。少数だから可愛く見えるわけ で多いその人たちが可愛くなるのを目指すために来るんじゃないの、美容整体っていう話で。もうすごい分かりやすいと、もう太ってる人は痩せようよって話じゃないですか。でも太ってる人を邪険に扱ってたら、太ってる人たち来なくなるじゃないですか。そういうことですよね。で、それで100万円分落っことすって結構すごい、人としてレベルが低いなっていうところですけど、まあ、そんなになっちゃってて、まあ、それでまたそこで10時からそこ来て、結構まあ閉店も10時で、約12時間ぐらい働いてて、でそこから車で、電車で実家帰って、実家から今度西川口のお店行って、西川口ので、入ってる予約をこなすっていう、結構なむちゃくちゃ、ほんと。で、
まああのその男気全開風の院長の裏の顔がどんどん見えてきてしまって、で、あのまあ本当に裏稼業の人なんじゃないのっていうようなことを平然と言ってました、うん。まあ、その問題を起こしたスタッフがいたんですけど、まあ、それのせいで売り上げが起こったっていうのもあるんですけど、うん、でその人はまあ奴隷にされてましたね。給料も一円も渡さないし、で、まあ、自分その悪魔院長が借りてたアパートでほぼ軟禁なんですかね、あれは、まあ、結構犯罪ですよね。まあそれでで給料も与えないし、でバイトしてもよろしいですかということ、お仕事に差し支えなかったら何でもしたらええって言われて、であの工場でバイトをして、で、まあ、最低限の生活費ですね、あの携帯代とかで、まあでそこからお店に出勤して、あと、まあ、教科書作りをやらされたり、うん、まあだいぶそうですね、本当精神的にやっぱ睡眠も足りないんで精神疲労一切回復しないですから、精神的にだいぶ追い詰められてて、まあ、ちょっとやばい状態になってましたね。これまた別でね話しましょうね。すごいとんでもないことになったんで、西川口の人たち、当時の風俗の女の子たちもそうだし、そこで働いてる男性の人とかみんな仲良くなって、でいつもですね、先生飲みに行こうよ、先生ご飯食べに行こうよって、モテモテですよ。いや違う、モテるのちゃいますけど、まあ、僕だけが本名を知ってたりとかするんですよね、うん、この町で。で、まあ、とある店の男性の社員の子がですね、おい飲みに行こうぜって、まあ、仕事終わったタイミングで来たんですけど、まあ、全然行くけどお金いつものようにないよって、まあ、なんでそんな金ないのみたいな。でまあ給料事情みんな、まあ、ある程度知ってましたけど、もうさお前自分でやれよと、お店自分でやったらいいじゃんってことになったんですよ。いやでもまだそれ整体師になって10ヶ月目ぐらいだったんで、さすがに10ヶ月はちょっとないんじゃないみたいな、うん、でもできないのないだろうって言われて、まあもうもちろんできない施術はもちろんなかったんですけど、それこそね、あの、まあ、危険だなんだってわーわー問題になるですなりますけど、あの首の施術ポキンポキンってやるやつですよ。まあそれは悪魔院長結構うまかったんですけど、まあそれもできちゃったんですよ、結構な早い段階で。でまあちょっとでもな、もうノウハウも何もないからって言ったんですけど、いやこの町の客はみんなお前についてんだよって、院長がどんだけすごいやつか知らねえけど、この町だったらお前が勝つに決まってんだろって言われまして、そうかと。確かにまあ町と密着してましたんで、でマンションでお店やろうかな、とりあえずやめて、っていうとこにたどり着いたら、その男性の風俗店の社員の方がですね、お店のお金を1500万円持ち逃げされちゃったって、俺の給料も出ないって言うことになっちゃったんですよ。でもその時僕院長と大揉めに揉めまして、もう本当にもう僕も溜まってたんで、自分の言ってることが法律的に見てどうなのか考えたことありますかと。みんなやっぱりそれこそもうちょっと そっち系の人っぽいからみんな怖くて言えないんですよ、うん。まあ問題を起こしたあの生徒たちなんか本当ボッコボコにされてたんで、もうここになんかもう明太子2個くっつけたみたいな口になってましたから、あーあーあーみたいな、
まあ、そんぐらいの問題を起こしたんで、まあ、それはやられてもまあしょうがないなと思いますけど、まあ、みんな怖くて逆らえないんですよね。でちょっとあの、まあ、すごい恫喝してくるんですけども、一切折れなくて、もうあのもう結構ですと。でもうあの自分でお店やるんで、あのもう年内いっぱいでやめさせてもらいますと。めっちゃ怒るんですよ。もう僕できる子ですから、そのそういう意味では仕事自体はめちゃくちゃできる、できてたんで、リピート率とか広告もないところからもう数ヶ月で100万円売り上げ作っちゃうぐらいのことやってたんで、まあなんか、まあ、本来だったらお前の働きだったらまあ給料は35万ぐらいみたいなことは言ってましたけど、いやー35万こんなになんかボロカス本当なんかやられて、もう350万もらってもやめましたね本当に。僕も本当ストレスがもう過剰なストレスで、でこうメンタル強すぎると自律神経に出るんですよね、ストレスがもうかかっちゃってる状態って。もう物忘れがとてつもないスピードで、カルテ見て「はい、なんとかさん、じゃあ入りますよ」って入った瞬間にもうその人の名前忘れちゃうんですよ。で手も震えちゃって、あのペン持てなかったり、ちょっとギターとかもやってたんですけど、ピック持ってジャンってやった瞬間にピックパーンって飛んでっちゃうぐらい、こうなんかもう本当にもう精神疾患の寸前ぐらいまで多分行ってましたね。でもまあそうやってあのお金出すからやんなよっていう人がこう いたっていうか、まあ認めてもらえたから、こうちょっとカリスマチックな院長でしたけど、その人はそういうのじゃなくても、まあゼロから勝負できる、ゼロじゃないから勝負できるなって思って、うん、でもまあね、出すって言った人がお金1円もなくなっちゃったっていう、まあそれでまあ、話はね何点もしたんですよ、うん、で、まあ、その僕の患者さんですごい人気の風俗店のもうほんとナンバーワンの子が、まあ、すごい仲良かったんですね。その子が最終的に、その子はねお酒のためとかホストにお金突っ込むために風俗をやってたんじゃなくて、自分のやりたい夢のためにお金を貯めてた子なんですね。だから本当無茶なことをしない子だったんですけど、もう西川に先生いなくなるのは私困るから、じゃあ私が貸してあげるっていう、まあまあね、その子いなかったら今どうしてたんだろうな本当に、うん、それでまあお金貸していただいて不動産巡りをしてたんですよね。で今ここの西川口のお店がたまたま、そうですね、本当はマンション探してたんですけど 3LDK ぐらいの、うん、いやもうそういうんだったらここでやんなよと、ちょっと社長に話しとくからってことですね。当時上申兼業っていう西川口のこの本社が、あ、本店があるとこが、まあ、その会社のビルなんですけど、そこでやんなさいってことで、まあそこの現在会長ですねと社長さん、僕の結婚式にも来てもらったんですけど、もう全部準備するから、お金も全部貸すからって、家賃にその返済分乗せたらいいじゃないかって、いやいやいや待てよと、保証がないんで、でその借りたこのお金はとっても大切なお金だから、命に代えても返さないといけないから、ちょっとその条件だと返済に回せるかどうかは分からないので無理だって言ったんですよ。すごいありがたい申し出だったんですけど、
で、じゃあそれいつ返すのっていう言われて、夏の予定なんですけどつって、じゃあ夏まで家賃だけでいいよって。ミラコそこまでね言われたらね、もうやるしかねえだろうと思ってですね、で本当はここの本店って40坪なんですよ。で40坪もう僕しか生態しないからいらないって言ったら、家賃もその分かかるから、で真ん中この今後ろに映ってる壁バンって作ってもらって、20坪に切ってもらって、家賃も半分にしてもらって、まあそういう風にできるスケルトン構造になってはいるんですけど、僕生態歴10ヶ月10ヶ月とかそういうので、なんでそんな信用したんだろうって、今でも、まあ、その今あの共振兼業っていうのちょっと名前変わってますけど、社長さんに聞きましたけど、まあ、やってくれるだろうと、逃げたり絶対しないタイプだろうって思ったらしくて、たとえ家賃が滞って払えなかったとしても半年後に倍持ってくるような男だと。やばいとか、まあ、ちょっとすぐにやめてって思ったけど、そういう男だろうっていう風にこの共振兼業の中では僕のことは言われてて、はい、とても優しくしていただいてですね、そんな話があったらやるしかないということでここでやってるんですね。で、まああの都内にお店ができたりとか、とか地方でこうスタート、まあしたとして、あのこう伝わってみたいなすごい綺麗なところに出したら、まあそこ本店って言いたくなっちゃうとこなんですけど、ニュアンドの西川口店は上信兼業本社ビルの4階なんですよ。でそこの世話になったら社長さんとか会長さんのあの存在がなきゃ今の僕は本当にないんで、だから僕日本で一番有名にいろんな意味でなりたいっていうのは、そこが一つあって、本店がここだから、そうすると住所はそこ の, かあの会社の名前が出るじゃないですか、うん、だからあの本店はここなんですよ、西川口なんですよ。そう、3店舗目になった時点で本店って名前が変わって、そうなんですよ。いやーほんとね、辞める間際もねほんと大変でしたから、整体で使ってるベッドとか、それこれやるからって言われてたんですよ。回収されましたからね、突然。え？みたいな。やばいですよ、本当に。なんかもう、その悪魔院長のなんか先輩みたいな人いて、本当はその人にお金こう払 う, こう流れにこうなってるらしかったんですけど、全然売り上げが上がってないから、とか嘘つかれてて、とか今度じゃあその悪魔院長の先輩がこのユアンドの電話番号をお前に10万で売るからって言ってるからっていきなりわけわかんないこと言ってきたんですよ。いやいや、だって僕の名前で引いた電話線なのになんでそんなことになってんのって話じゃないですか。そうなんで、なんかね本当ね、自分の弟子なのに1円でもなんか取ろうみたいな人でしたね、本当。うちで、まあお店立ち上げて3年ぐらいしてからスタッフ1人入れたんですけど、まあそいつが出てくときなんかはもう店オープンしたらすぐお客さんがいるように予約表、まあここからに来てるそいつについてる患者さんを全部持ってってもらおうと思ったんで、選別ですよ本当。で人につくんで、患者さんは先生につくと思うんで、なんで最後はここでその自分のお店の予約表に予約も入れた状態でお店スタートさせましたからね。普通はそうでしょ、ちゃんと筋通して辞めた人間には応援して送り出してあげるのが
師匠ってもんじゃねえのかなって思うんですけど。